寝落ちじゃないかと一瞬心配してた。そう、もう寝落ちしそうなぐらい眠かった。でも夜ご飯を食べてた。カレー。こうちゃんさん、レモスターありがとう。おしずしさん、かわいい、ありがとう。ギャル、ギャルモード今日は。ルーム間違えたかな。でもそれぐらいさ、メイクしたら変わるよね。とのみちさん、ハートありがとう。私自分でまつげ上げれないんですよ。アイラインも引けないんですけど、メイクさんがやってくれた。で今日スタッフさんと話してて、なんでできないのって言われて、まつげ上げるの怖いんですって言って教えてもらってた。美人マネージャーさんに教えてもらった。目元がいつもと違って見えるな。メイクのせいだと思う。完全にメイク、ラインを引いてるのと、まつげを上げてるのと、まつげをつけてる。そう、ビューラーできんのよ。今日大人っぽくて敬語にしたくなります。皆さん敬語で話してください。敬語で話してください。オロチさん、かわいい、ありがとう。ゆかぴ、ゆかぴだよ。どんなくるくるでも愛せますよ。あ、でも犯罪できない。世界常識を、常識のあるくるくるを押してください。こんな僕のしてるくるくるじゃない、いいやん。お、いい方で、いい方で知ってるくるくるじゃない。じゃあもう、でもね、普段自分でメイクしてもね、ここまでね、濃くはならないんで。ワイリングルさん、かわいい、ありがとう。はじめまして、初見、ありがとう。でも今日何したかは言いません。言いません。今日はなっちゃんさん3回、竹野さん2回、あかりんさん1回。私はなっちゃんさん1回、竹野さん2回。朝、そう、私不器用なんですよ。できなくて、メイクが。チークしてる、ちょっとしてもらった。ファンデーション塗ってる。とんちゃんさん、かわいい、ありがとう。そう、今日はお姉ちゃんぴ、お姉ちゃん。でもそのメイクさんにしてもらったんですけど、そのメイクさんにしてもらうのがなんかめっちゃ久しぶりで、前にやってもらったのが、前回もやってもらったのか、6月くらいと4月くらいにやってもらったんですけど、同じメイクさんで、4月にやってもらった時、そのメイクさんもなんか多分わかんないけど新人みたいな感じで、わかんないけど新人みたいな感じで、こう、ここってこうですかみたいな、めっちゃ聞きながらやってて、あ、新人さんなのかなとか思ってやってもらってたんですけど、今日会ってやってもらったら、もう逆に、あ、まるまるさんこれやって、まるまるさんこれやってみたいな感じ、私はこっち、カシャ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 ってくださって、あ、すごい、なんか成長じゃないけどさ、なんか何、なんか6ヶ月間、5ヶ月間くらいで、わ、すごいしっかりしてらっしゃるって思ってってなった。サルトミニザイモンさん、ぶどう、ありがとう。後ろの写真くらいがタイプね、これぐらいいいよね。でも多分ね、これもね、同じくらいのメイクな気がする。同じくらいのメイクの濃さだと。福ちゃんにくるくるが耳触ってほしいって言ったら、福ちゃん半信半疑。全然耳待ってますよ、いつでも。今日もくるくると2回対戦できて、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとう。朝に、夜はね、ちょっと帰って野良でやってました。ちょっと野良で やろうと思って、少ししかできなかったし、仕事っていうかさ、もう今日のレッスン本当に頑張った、レッスン本当に頑張った。今日はキレキレ似合ってるよ、ありがとう。
そう、くるくるも同じ、本当にわずか半年の間に成長してた。くるく、そう、そのメイクさんも成長していらっしゃって、今日めっちゃ可愛い、ありがとう。あと、あ、苦しめるか、たわしゲット、それはもう確実なたわしになりましたね。あ、おしゃれ、ありがとう。レスお疲れ様、ありがとう。もうね、ちょっとね、死ぬかと思った。パニックってもうまあ明日もあるんだけどね明日もあるんだけどね。今朝久々に当たったね。確かになんか久々に対戦。福ちゃんさんお疲れ、ありがとう。ところであんまり眠そうじゃないんですけど、そういや眠いんですよ正直。こうやってたら寝れる。メイクしてもらいながら寝ちゃったし、ね、寝てはないけど寝そうになった。で立ちながらちょっと髪を直してもらってる時に、髪を直してもらってる時にこうやってなって、大丈夫って言われた。メイク映えする、嬉しい嬉しい。お、後ろの透明なペラペラのポスター届きました。お、飾ってね飾ってね飾ってね。夕方当たった場合はすごいということにしておきます。え、すごいよ。え、あれってさ56秒、4分おきの。じゃあ私もうめっちゃ野良で56秒で入ってる。くるくる楽しだからに過去5人以内。まあ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 5人以内な。こうちゃんさんかっこいい、ありがとう。いつもと雰囲気違う、綺麗、ありがとう、嬉しいよ。タンオシとパラダイスどっち、どっちも嬉しいかな正直。タンオシでも嬉しい、タンオシ。ねむねむにゃんこになってもいいよ。ねむね、もう私ねむねむにゃんこです。ねむねむにゃんこ。ツノマヨさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。ふう、眠たいよ。ツノマヨさんお疲れ、ありがとう。でそのメイクさんも成長してたんですけど、私も成長してる部分があって、私そのメイクさんにあのまつげ上げてもらったりアイライン引いてもらったら絶対涙が出るんですよ。あの嫌でとか悲しくてとか痛くてとかで泣くんじゃなく、あの目が、私目が刺激に弱くて、日の光とかそういうなんか物とかに、なんか何なんかメイクとかの道具が目に近づくと勝手になんか涙が出てくるんですよ、反射で。それが今日なくなってたので成長、私も成長した。今日はフェスいっぱい、あ、違う、今月はフェスいっぱいだからレッスン大変そう。そうなんです。でもフェスに出れるのは嬉しいので。頑張って、くるくるが好きだよ、ありがとう、頑張る。56秒、え、じゃあ私もう普通に感覚で4分おきの56秒で対戦に入ったってことだよ。私もすごい。ハイチさんお疲れ、ありがとう。なめなめさんかわいい、ありがとう。やっとパラダイスに入りました。お、パラダイス、いろいろあるのでパラダイスにしてきます。魂ではないということですね。でパラダイスでもね嬉しい。そう、ほら、まつげ上げてるから眠そうに見えない、それはある気がする。バキバキだから目が、ほらほら、そう、反射的に出るんよ涙が、こぼれ落ちる。ついに奇跡鳴らしてくれて感謝しても、お、使ってねちゃんと称号。お、今日は100回目の訪問だって、おめでとう、おめでとう、100回目、ありがとう。100回も、次は200回目標でお願いします。ふくちゃんさんいいね、ありがとう。あら、お眠なの、そう、眠いんです。
普段どんな可愛い寝言を言うのかな。あざとあんし、あざとち、もう頭が回んないんです。寝言？誰のことを一番愛してる？誰のことを一番愛してる？マスオさん、ぶどう、ありがとう。ちょっと圧強めの、圧強め。くるくる眼圧検査泣きそう。え、無理だよ私眼圧検査絶対。え、目にさやるんでしょ？なんかてか私メイクしたらさ目にさ光がなくなるくない？くるくる成長したね身長が。あ、でも今日ダンスの先生と話してたらくるくるは身長が高くなった気がするって言われた。研究生とその先生、ダンスの先生で話してて、私太りましたかみたいな話をしてて、みんなでみんながそれぞれ私って太ります、太ったと思いますか、私って太ったと思いますかって聞いて、くるくるはあの太ってもないし痩せてもないけど身長は高くなってるって言われた。痩せてもないけどと言われてないけど、太ってないよって、太ってないけど背が高くなってる。パフォーマンス本当に好き。嬉しい、頑張れる。スケエモ、右スケエモンさん、バラありがとう。夏はサングラス A で、チチ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 、なんで当たらないんだろう。当たります。わかんないけど当たります。とたみちさん、レインボースターありがとう。夕方宗行さん本人と宗行さんのファン2人とやって1位取ってしまいそうな気持ち。それは気まずい、気まずすぎる。寝落ち配信、今日も 寝そう。ハメだった、やばい。私常にハメだと思う、多分寝てる時。こんばんくるくる、ひろもとるりちゃん知ってる？知ってます、ひろもとるりさん。お茶ノーマンですよね、お茶ノーマン。パラダイスは自慢になるよ。あ、じゃあパラダイスをつけて自慢してください。パラダイス、まつげスクショしたけどアップするのは自粛します。まつげスクショ、でもメイクさんにまつげ長いって言われたから嬉しい。私はリオツにまつエク、まつエクしとるって言われた。あ、してないよ。それも嬉しいね、だってまつげ長いってことでしょ、まつエクしとるって。でさ、あ、忘れた。両目ウインク、今朝の対戦でパラダイス寝れました、ありっこり。お、ぜひ私の称号使ってね、使ってね、使ってね。おしりさん、ハートありがとう。コンタクトもダメそう。そう、コンタクトに多分ね、私を入れたことないんだけど、ダメダメ、なんかさ、怖怖、目周りダメなんですよ。だからもう、小林さん、ハートありがとう。リングライト使ってないんですか？使ってないんよね。このカメラを設置できるけ立てとんじゃけど、光は使ってないんです。使おうかな。太ったのはこちらだから叱ってもらえ。いや、自分も、でも自分でも、自分も太ったと思ったけど太ってないって言われたから、意外に分かんないよ。分かんないよ。身長伸びてるのか、安住にしと、安住、安住より私余裕で高いので身長。
身長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 、うん、メイク落としてから塗る、それだけはマジで気をつけんとあかんわ。こうちゃんさん、リンボスター、あ、リンボスターありがとう。頭半分寝てそう、寝てるんです、頭半分寝てるんです。おお、100人情報もいたの、くるくるのおかげだから、どどありがとうございます。ちょっとデモさん気づかなかった、うさちゃんの、うさちゃんのタワー、ちょっと写真撮りますね。デモさん、うさちゃんのタワーありがとう、ありがとう、ちょっと頭が回ってなくてごめんなさい。ありがとう、ありがとう、いや、こちらこそ100回来てくださってありがとうございます。ありがとう、またお礼します、ありがとうございます。最近結構もうがっつり沼にはまってるっぽいので、いいですね、いい調子です。ありがとう。って。うん、117日目、ありがとう。そう、早いよね。117日も配信、連続配信してる。私、最初絶対無理、100日も無理だと思ってたのに、もう100日、17日。今日のくるくるは17歳に見える。でもさ、9月だから、ほぼ、17歳。どこにお肉が、私お肉ありありですよ、お肉ありありですよ。あ、でも今日ウエスト細いって言ったからハッピー。 NMB のピカルン、ピカルンさんが涙流す技を配信にしたのでくるくるもできる。え、涙、できるかな、うるうるしてきた、してないか、全然してないか、ダメだ、今度やってみよう、今度やってみよう。メイクもしてもらいました、メイクもどういたしまして、ありがとう、どういたしまして、初見です、お、ありがとうございます、ぜひフォローしてくださいね。やっぱりくるくる沼に頭まで使っていたか、いや、もう完全に頭まで使っているなと思いました。思います、使ってます。この配信見てたら辛いと場合も眠たくなってきた、おやすみ寝押しするかもしれん。いや、もういや、眠いですよ、眠いですよ、眠くなりますよ多分皆さん、寝ないでね、ダメだよ、ダメだ、くるくるは超人です、違います、高校2年生です。私も今月誕生日、え、なんか9月誕生日って結構多い、多くない、わかんないけど勘違いかな、いいですね9月。俺は常に浮気、浮きはしてる、浮気、浮気、浮気、まばたき我慢したらでき、今からまばたきしません、あ、しません、待ってよ時間見て、しません、涙の数だけ強くなれるしよ、涙の数だけ強くなれるよ。あ、やっちゃった。アスファルトに咲く花のように、あ、すぐやっちゃう、すべてに怯えないで明日は来るよ、ふっといて7が不安になるから泣かないで。確かに、逆にさ、これでさ泣けるって言われて泣いたら何を想像して泣いたのってなるよね。自分くるくるがお肉屋さんに並んでたら、こんなお肉屋さんサービス悪いって思います。細いっていうの、遠回しに言ってくれてるの、例えが面白いな。
いや、私の肉、私肉しかないですよ、本当に。肉しかないよ。寝たらダメなの？ピエ、寝たらダメです。1分1秒私のことを見ていてください。ご用心めっちゃいい。夏の好きはご用心好き。目力、そう、目をさ開けっぱなしよう。目力、くるくると対戦したらくるくる、あ、くるくる推しにならなければいけないって本当ですか？あ、本当です。あ、っていうか対戦したらもうこれ、それは沼にはまってるってことです。野良で対戦しちゃった別の方を推してるオタクさんも対戦した時点でも私の沼に浸かってます。くるくる目薬さすのは大丈夫かな？目薬はさせないので、目開けっぱなしでさせないので、こうやってやって、こうやってやって、ここに、ここのくぼみに水滴を垂らして、こうやってこうやって入れます、目に。入れます。瀬戸美さん、ぶどうありがとう。このままくるくる1位になったら称号もちろん神だよね。え、それな、私もう1位独占中ですよ。くるくる乙女座だけ、くるくる天秤座、天秤です。天秤天秤天秤、七並びするよ。0分56秒から。とんちゃんさん、レインボースターありがとう。あ、そうだね、大阪造船所フェスチケットが21時から販売されるので、ぜひゲットしてね、みんな来てね。カモンカモンカモンですよ。今日大人っぽく見えますね。やっぱね、メイクしたらさ大人っぽくなるよね。オルチさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。 AKB の MV 公開されたけど、スマホで見たら縦画面だったよ。え、なんか普通のと画面が違ったので私もびっくりした。 AKB さんの久しぶりのリップグロス、かなり対戦できたので沼から抜け出せない、抜け出さなくていいんですよ。というか出口はないですよ。よいしょ。俺はまだ対戦してないから沼にはハマってないですね。いや、ショールームでコメントしてるのも、してる時点でもう沼にはまってるんです。くるくる推しが違うメンバーのグッズを持っていた時の目をどうぞ。キニクさん、だるまありがとう。マニュアルさん、ペンライトありがとう。自分も今月29日誕生日。お、もうすぐですね。まだ祝いません。29日。まだ祝いません。オイラはカードすべてクルリンにしとるのに、1回しか対戦できたら大丈夫。まだチャンスは今月いっぱいいっぱいあるよ。すべてカードすべてクルリンにしてくれてる、嬉しい、ありがとう。筋肉さん、だるまありがとう。マニエさん、ペンライトありがとう。やっぱりさ、メイクしたらさ顔が疲れる、もう疲れてる顔が。なんか今日大人っぽい、好きになりそうな予感。お、今日は大人っぽいですよ、好きになって。好きになって。明日は M ステだけど配信で見るの、それともずらすのかな。そう、それなんですけど、 M ステって9時からですよね。あのレッスンがあるんです。レッスンがあって見れなそうなんです。なので
明日は配信も多分朝なんです。明日も夕方から夜までなので配信もできなそう。造船所やんちゃな人が多い感じ。そうなの？やんちゃな人が多いの？でも大阪って確かになんか大阪は大阪せやろみたいな明るいイメージ。大阪連れて行く予定で、おありがとう。いいですね。9時から販売なのでぜひねゲッチュしてください。怖い怖いそうだ、メイクしたらいつもより圧が出るんよ。ペランツの色違うのもその顔されるしますね。途中で変えてるの見たのも、クルリンパさんペンライトありがとう。顔が呼吸できない感じ。そう、顔が呼吸できないの。メイクしたら苦しいって言ってる。あとここまぶたがすごい重く感じる。だから遠い東京から応援してます、ありがとう。でも最近東京行く機会も増えてるので、今月もまだあと3回くらい行くので、こんなに、あもう9時になったので皆さん準備は OK。 こんなに大阪に、大阪とか東京とか県外に1ヶ月で何回も出るの初めてです、人生で。何回県外出るねんっていう。そう、明日録画、M ステは録画して家で見ます、帰ってきて。あ、サヤさんの配信の通知が今コイン溜まってて10倍育成券付きのガチャ出たら OK？ そんなのがあるのか。10倍育成券付きのガチャ出たらたくさん OKOK。 ウェンディさん、アミさん、ナオキさん、ありがとう、ありがとう。椅子のことメイク落とし配信してみるかい。だんだん顔が楽になる配信。確かに顔が楽になっていく。でもね、多分みんな見たら衝撃を受けるよ、メイク落とし配信。多分ね、めっちゃ怖いよ黒くなっていくみたいな、顔がすごいことになりそう。大阪市民です。お、大阪やねんか難しい、大阪弁。せやな、うちは大阪ちゃうねん、広島県民や。俺もギガギガソニックに参戦かな。お、ギガギガソニックも来てくれますか。ありがとう、楽しみにしていてください。そういえばタイムテーブル出ましたよね、ギガギガ1分も2分も取りですよね。ありがとうございます、頑張ります。8時くらい、2部の最後8時10分から40分でしたよね。びっくりした、その時間かどうとは思わなかった。そのまぶたも重いの。キニカさんハートありがとう。マスオさんバラありがとう。フォローするか悩んでるけど顔とても可愛いですね、ありがとう。いやもうこれはフォローすべきだと思う、出会いに感謝ということで。ヤシーさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。3位、アクセス集中して買えない、頑張って頑張って、君ならできる、君ならできる全然頼りにならない応援、君ならできる、君ならできる前は全員フォローしてるからずっと
配信通知が来るよ。でもそれもなんか逆に楽しそう。通知来た誰だろう、通知来た誰だろう。ほんまか、大阪人ちゃうんか自分。あ、自分って言うよね、相手のことも自分って言うね。ちゃうで、大阪人ちゃうで、広島県民やで、広島県民じゃけん。大阪人ちゃうで、広島県民じゃけん。エセ関西弁をエセエセすぎる。島次郎さんかわいい、ありがとう。鳥に出るの初、うん、まさか鳥とは思わなかった。鳥、え、鳥、鳥になりそうって思ったね。二十時代踊るの新鮮、楽しみ。対戦して皆さんありがとうございましたと。お、みんなありがとう、ありがとう、ありがとう。ココアさんの関西弁じゃない、広島弁めっちゃ好き、好きです、好きじゃけん。今日も会えました、可愛かった。写真は撮れなかったけど可愛かった。お話はできたよ。ココアさんがくるくる可愛いって言ってくださるんです。ココアさんの方が可愛いですって言ってジンさん、高尾さやか34号さん、カレパンさん、ありがとう。対戦ありがとう。早口いい感じ、早口が出ちゃう、早口が。みんなショタンプ積極的すぎて面白いんだけど。わしとは言わん、わしは言わんな、わしはねえって。一人称ね、めっちゃ私変えるんよね。え、サヤさん今ツインテール、絶対かわいいじゃん。鳥になりそう、まだまだ修行が必要です。まだまだか、まだまだか。おう、わしって広島というか、りんこ、え、りんこさんってわしって言うんですか。あ、なんかわしとかわい、わいは。かまかまさん、ぶどうありがとう。明日のありがとう、ありがとう、あ、ありがとう、忖度、忖度ありがとう。忖度2、明日の MC でもトレンド1になろうって公式さんがツイート、ぜひハッシュタグをつけてね、ツイート。そう、あとハッシュタグを間違えないように、多分ぜひ皆さん見ながらね、ツイートしていただければ。私もツイートしていいのかな、研究生のアカウントで。僕って使う、僕は言わない、自分で僕は言わない。スタンプ出さなかったらくるくる泣く、え、ちょっと出さなかったら出さなかったらやだ泣く。あ、リンコさんわしって言うんだ。ワイは大阪の中でも半分より南側の人が、あ、そういうのもあるのか、場所によってね。さこちゃんも、さこちゃん、さこさんもわしって言うんですか。わし、りんこさん今日誕生日ですよね、会えなかったので直接は言えなかった、直接は言えなかったっていうか、連絡先も持ってないんですけど、おめでとうございます、りんこさんお誕生日。自分のことをクルタソって言ってほしい、絶対可愛い。え、クルタソはクルタソは今日眠いうん、最近自分でクルクルっていうのも。大さんありがとう、こちらこそありがとう。え、マジでさ、お、便乗してハッシュタグ苦しめるかもつけておきます、ありがとう。それも嬉しい。
私さ、もう一番初めも小学生の頃は自分のことをゆうかちゃんって呼んだったけ。ゆうかちゃんさ、何々なんよね。え、ゆうかちゃんはっていう長いじゃん。しかもゆうかちゃん、ゆうかちゃん、ゆうかちゃんっていう、ゆうかちゃんはこれこれでこうでって、それが自分のことを自分の名前で呼ぶことが恥ずかしいことに気づいて、N1643、京太郎さん、金さん、銀さん、ありがとう、銀さん、ありがとう、対戦気づいて私にしたんよ、私はにしたんよ。そしたら私はってなんか考えたらなんか変じゃね、自分で私ってなんか変じゃねってなって自分になった、自分で。最近はくるくるはって言うようになった。くるくると自分の口語。前もシュタンプ出さない作戦しようかな。そんなことしたら許しません。一生対戦できない呪いをかけます。チケット取ってきました。お、ありがとう。大阪造船所の、ぜひ楽しみましょう。当日今日ツイートで自分もカップリング曲の好きなの書いてみた。お、見ました、ハッシュタグで。まだね聞けてないので聞くね、ありがとう。曲とかね、そのみんなが好きなの書いてくれるのも嬉しいので、ぜひね返信やハッシュタグで書いてください。そう、自分で自分のことゆうかちゃんっていうのやばいよね。みちょさんも自分はっていう、確かに自分がやっぱ使い勝手がいいのかな。自分そう、くるくるはって自然だよね。え、くるくるはだから今日のレッスンとかも、え、くるくるの位置どこみたいな、え、くるくるこっちだよって言ってる。あ、そういえば言おうと思ってた話思い出した。次は12分56秒だよ。今朝はひつまぶ大さんありがとうね。こちらこそありがとう、ありがとう。ツンツンに誘拐呼びされるのどんな感じ。もうね慣れて普通かもしれん。誘拐、今日も大さんありがとう、ありがとう、こちらこそ。明後日の話し会でゆうかちゃんはって言ってください。いいよ、ゆうかちゃんは明後日のお話し会は自分のことゆうかちゃんって呼ぶね。ずっと呼んでたから私は違和感ない。ゆうかちゃんはマスオさん、鈴木ありがとう。じゃあくるくるはに統一しよう。あ、いや統一ね。くるくるはこうだよ。じゃあ今日からファンの人も自分のことをくるくるはって呼ぶかもね。ややこしくなっていく。くるくるみんなくるくるじゃん。ここは今配信見てくださってるみんなくるくるだよ。何時まで並べる ?32 分まで並べます。竹野さんと竹野さん推しに当たってなんか申し訳ない感じ。え、やっぱり竹野さん56秒な気がします。なんかノーピも言ってた。竹野さん56秒じゃないって。好きな AKB カップリング曲の感想を返信してから見てみてね。お、ありがとう、見てみるね、来たら。小賀谷さん、ちびぞうさん、ありがとう、対戦ありがとう。こうちゃんさん、リンボスター、ありがとう。ねえねえ、ゆうかちゃん、ゆうかちゃん。ねえねえ、あずみん。ゆうかりん、ゆうかりんかわいいね。ゆうこりん、ゆうこりんっていらっしゃった。さやかりんさんみたい。コンビ組めそう。
ゆうかぴよびもいい、ゆうかぴよびも呼びもいいよ。かわいいね、ありがとう。たけどさん0秒0秒なの。ちょ、なんで対戦しちゃうんだろう。私も結構当たるから56秒なのかなと。勝てたのに忖度してしまった。優しい、忖度が癖づいてる、優しい。句を入力すると渦巻き、このマーク出てくるよ。え、なんかくるくるって多分打つのが長いから渦巻きマークで呼んでくださる方もいますよね。渦巻きくるくるは4位です。バーストしちゃった。で、そう、話したいこと話すね。次は、あ、小倉優子さんがゆうこりんさんか。なんかゆうこりんって頭に残ってる。くるくるは至極、嬉しい、嬉しい。でもね、エゴサしようと思ってもくるくるじゃね出てこないんだよね。くるくるなんかもう普通のいろんな人がもうただくるくるって使うじゃないですか。その普通に今日くるくる回って目が回ったとかさ、私のことじゃなくてもくるくるっていう単語を使う機会が多いから、くるくるって調べても出てこないんだよね。皆さんのツイート、くるしま優香で調べないと。来た、バースト上。いやー、バースト上。こんばんは、初見ありがとう。なちゃんさんに忖度したのは心の中にしまっておきます。皆さんに忖度してて優しい、優しい世界。ゆみこさんは滝野さん0秒で、ね、くるくるも電波時計じゃない。え、滝野さんやっぱり0秒なんですか。え、私これでやってるんですけど、タイムイズ、これずれてるのかな。竹野さんがずれてるのかな。あずみんにミンミンはって言ってもらって、ミンミンはもうもはやん聞き返すレベル。ミンミンは本気で勝負しようスタンプしか押さなかったんだく。え、本気で勝負しようスタンプたまに押してくださる方いるんですけど、もうそうなったら燃えます。私はそれはよし本気で対戦してやるってなるので、それはそれでいいですよ。さすがに前日だから今日はこの辺で、また月曜日見に来るね。ありがとう。あ、もしか、もし頑張ってね、もしもしが大変でも、もしかしたらいい点取れるかというのを信じて、もし頑張ってね。隊長礼さん、ヨルルさん、かきひこさん、ありがとう。対戦、え、何、餃子屋さんあるの、ミンミンっていう、知らないな。え、で、そう言おうと思った話ずっと言ってないやん。今日さ、そのレッスンがあったんじゃけど、もう覚える量が半端なくて、みんな頭がもうごちゃごちゃなってみたいな感じになっとったんよ。それでノアピも多分疲れとったんか分からんんじゃけど、ノアピが急に「え、ゆうか？ゆうか？」って呼び出して「え、ノアピがゆうかって呼んでたっけ？」って思いながら対応してた今日。「ゆうか？位置どこ？」なんか「ゆうかはこっちだよ」、ゆうかはってずっとゆうかって呼んでくるんですよ。ノアピが、ノアピがゆうかだなんて珍しいと思って嬉しかった。あ、ノアピ疲れてるんだなって思
すがダジャレの申し子元ダジャレ王マスオさん、だるまありがとう。56秒で押して24秒のサラピさんに当たったことあるそれはもう時計がずれてるとかのレベルではない今福ちゃんさんに当たった。じゃあ福ちゃんさんも56秒でやってくれてるのかな夏の隙間雇用人サイン。今のギャグで満足してもダメだ。磨きます、もっと磨きます。くるくるパーで頑張ります。頑張って頑張って頑張って。ねえノアピどうしたってなるよね。逆に怖かった。ノアピなんかあったって、呼び捨てにするだなんて。次は20分、呼び捨てにしてほしいの。そう、呼び捨てファンタジーです。特別な意味はなさそう。もうただただ言うか言うか、そのまま何事もなく終わった。何事もなく終わった。ああランダムか、ランダムのもある。あ、ランダム、福ちゃんさん確かランダムなイメージあるか。こぼれくらさんペンライトありがとう。ノアピーにピシッされたことある？え、まだない。また最近ノアピーの真似するのハマってる。真似したらなんで真似するのって言われるから、もっと真似してあげる大さんありがとう。こちらこそありがとう。久保屋さんハートありがとう。その場で触れないのもおもろい。いやもう触れる余裕がなくて、レッスンがきつすぎて、もうあ、なんか呼び捨てで呼ばれてる、突っ込むわかっていう、突っ込む余裕すらなかった。ハッチさん、ゼロタピさん、ノンさん、対戦ありがとう。ありがとう。ミン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 じゃないよ。くるくるですよ。くるくるのピシ好き。私もうちょっと自分のピシ好き。水組買ってきた？いいね。おいしい？食べた？おいしいよね。私は今日ピューレ組食べた。ピューレ組なんかお仕事の差し入れのところに置いてあったから食べちゃった。あ、自由にどうぞって書いてあったからね。人のもの食べたんじゃなくて その時ノアピアズミンにはなんて呼んでた？アズミンはアズミンだった気がする。アズミン、アズミン好きな。そう、眠たいよ今日ノアピと話してて、なんかなんか親友の話をしてて、ノアピには親友がその学校の友達とかで親友がなんか何人いるみたいな話をしてて、私はって聞いたんよノアピに。私はって聞いたら、くるくるはまだ親友じゃない、友達って言われたの。だから、ああ、そうなんだで、な、何を定義にその言ってるのかなと思って、親友っていうのはその話をしてたら、その小学、あ、小学校じゃない、中学校、学校の親友はお泊まりをしたから親友って言ってたから
ナオピは多分お泊りをしたら親友になるんだと思う。だから私はナオピとお泊りをして親友になります。お泊りで親友っての面白いよね。次は24分56秒、壇上の中央に俺がいるからスクショしちゃった。お いいですね、スクショ。私も壇上乗ったらスクショしちゃう。一回なんか一回さ、その私はって言ったら、うーん仕事仲間って言われたんですよ。えマジマジって言ったら、いや冗談冗談友達って言われ、友達でも嬉しいけどね、仕事仲間より友達なんか嬉しい。対戦ありがとう、パラダイス見せれた。おこちらこそありがとう、パラダイス嬉しい、ダイス嬉しい、パラダイス43 44。仕事で相部屋なるしかない。あ待って、私一回なったんですけど、ナーピと相部屋お泊りしてるやん。えナーピの家でお泊りしたらなんかな、なんか家に来たって言ってたから、その友達は、私は家に行かんと、ナーピの家に行かんといけんかもしれん、ホテルじゃダメかもしれん。キャトルさん、ハヤトさん、コバリクラさん、対戦ありがとう。案外このままで安心した。そう、ナオピ可愛いんです。でも怖いとはならない、許せる。一緒にお風呂入ったらいいのかな、仕事仲間とか割り切ったか。残酷な天使の天才やね、笑いの奥の意味、そう闇が、闇が。でも全然ね仲いいので大丈夫ですよ。ナオピにピシもらえる秘訣、ピシはもらっちゃいけないんですよ、ピシって怒られてるってことですよ、他の子を見てるってことだからダメだよ。ナオピ起きないよ。あお母さんに、お母さんに挨拶せんで、いやでもお母さん会ったことあるしな。ナオピのお母さん挨拶したことあるけどな。面白いよね。うん友達親友。思い出せてよかった。お休みにぜひお邪魔しよう。よし、私はもうお邪魔する準備できているので。僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合う。あやばいよこれは、負けちゃう。一緒に寝落ち電話とかすれば友達も親友も超えて恋人になるかも。ああなんか若者寝落ち電話なんかイメージあるな。じゃあノーピと寝落ち電話しようかな。ノーピと、ね、夜1時くらいに電話したことあるけど。成田さんハートありがとう。わみんなこのパスはわざとなの？優しい。くるくる邪魔するで。邪魔するんやったら帰って。邪魔するんやったら、邪魔するんやったら帰って、上がっていいって。あばバスト、おい今回対戦してくれた人みんな忖度の塊。ありがとうみんな。ナオピは物心ついてる。え物心つくって何なの。わもう28分だ。物心つくって何なんだろう、思春期みたいなこと。ナオピは中二病だよ。ダンスの先生にも言われて、ナオピは中二病。
12持ってたけど忖度しました、ありがとう、もうすぐ分かった、あ、忖度してくれてると思ってすぐ分かった、ありがとう。ゆうこは早く寝るんだよ、そう、もう早く寝ようと思って今日メイクしてもらって、メイクさんにクマあるけど寝不足なのって言われて、あ、寝不足ですって。ヒッキーさん、ジンさん、高尾さやか34号さん、対戦ありがとう。でもリオツンも今日1時間しか寝てなかったよね。リオツンも今日もう本当に顔が死んでた、多分ギリギリを生きてる。俺もくるくる配信でよく寝落ちするえ、じゃあもう恋人の関係ってことあ、ペンライトありがとう。夜1時に電話しても親友じゃないんだあ、でもね、その電話も仕事関係の電話だから友達っていうあれにはならないかも。明日のレッスンって何の振り付けやるんだっけ、これとこれとこれ、あ、それか、このレッスンってもうやった、まだやってないみたいな電話だから夜1時にだから多分ね、親友にはなれないその電話じゃもしかして昨日も寝たの3時？昨日は2時半です。ほぼ一緒。2時半です。昨日も、あ、今日も5時半からできた七並べ。くるくるの温泉浴衣アクスタ発送のお知らせが来ました。楽しみだな。あ！届くの楽しみにしていて。え、私も、私今回買ってないな。欲しいな。最後32分ラストです。32分、最後ペンライト風呂、ペン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 ライト、あ、もう筋肉痛だ絶対。キンキンさん可愛い、ありがとう。最初ありがとう。なんだかくるくるのことを4位させない忖度しかできませんでした、ごめんなさい。いやいやそんな、もう考えてくださるだけでもう嬉しいですよ。あと大丈夫ですよ、忖度しなくても、俺が勝ってやるって言ってやってくださってもいいですよ。お、みんな、大さんありがとうね。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 そう、なかなか生活リズム変えられない。まあ、だから今眠いんでしょうね。すぐわかる。すぐわかるよ。りょうちゃんだったかな？温泉浴衣を浴衣温泉って言ってた。浴衣温泉って浴衣で温泉入るみたいだな。温泉浴衣、え、なんか生写真とかのさ衣装結構楽しみじゃない？来月は何の衣装なんだろうみたいな、楽しみじゃない？6、次の日の筋肉痛は若いな、あ、なんだっけ、若ければ若いほど早く来るんだっけ、あれ、私これさ押すタイミングミスった？くるくる押し一人もいないんだけど、これミスってる？いや56分ぴったりに押したよな。あずみん押し、あずみん押しとそらはさん押しの方がいるんですけどこれミスってるな。
くるくる推し4人だと誰が勝ってもくるくるのポイントだから気がなくなる。確かにね、安全安心安全、誰が勝ってもポイント、その生活ができるのも若い証拠。今のうちに、でも今のうちに直したいな、この不規則な生活。名前に見覚えは？え、一人見覚えがある方はいますね。でもミン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 言ってる。呼んでいい？もし見てたら主担保して。3人3見てたら、もし、あ、マスクさん、マスクさんありがとう下向きましたね。あ、ともともさんありがとうあれあれ、こ、どうなん、どう、え、いや体調管理本当に大事ですよね。体調管理も仕事の一つだと思う。ST の早寝部なんかあるんですか？加入したい、早寝部加入して私の不規則な生活リズムを正していただきたい。サバーカですが対戦中、あ、なるほど、ともともさんかな、ありがとうあずみ、あずみん、あずみのときめき、あ、でもカードはリネタンさんだ。ミス多分もう一回する、もう一回しよっかね、ちょっと思った。それはでも多分36分無理だ、試合が長引いている試合が長引いている。川本優奈さんが一番早い。え、川本優奈さんって何時に寝てるんですか？バーストしちゃった。じゃあね、38分に1回しよう。これがラスト、ちょっと不規則な時間なんですけど、38分、これがラスト。早寝部アンピーさんに加入申請。アンピ、アンピーさんも早寝、早寝ですか？明後日夜勤なので、あ、明日夜勤なので明後日ちゃんと仕事は終わって、おは間に合ったらお話し会よろしくね。ちゃんとやつ切るね。お、ありがとう。お話し会も楽しみ。待ってるよ。りょうつんがパセリさんの壇上に上がったら早く寝なさいと言われない。あ、マイキューさんの壇上で言われは言われるけど、パセリさんの壇上で言われなかった。今日の朝5時台の時にほわかるんたいさん、ありがとう。こちらこそありがとう。5時台にありがとう。くるくる睡眠時間短いよ、スショートスリーパー。早い時で20時、だいたい22時。え、早すぎる。なんだそれは、早すぎる、すごい。中村さん、レインボースターありがとう。こ
眠たいよ。トンちゃんさん、マスクさん、リンクさん、ありがとう。対戦ありがとう。学校で眠くなった時どうしてる？寝てる。学校で眠くなったらもう寝てるよ。逆らわずに。遅刻した。あ、来てくれてありがとう。明日も朝から室鍋するの？6時からしようかな。明日も6時から8時にしようかな。レッスンはお昼ぐらいか。授業中に寝てるよ。バレるよ。バレて机トントンってされるけど、あ、すいません。え、こうは寝ないよ。なんかこうちゃんと睡魔には逆らってる感じを出して寝てる。あ、朝起きるのも早いのか。趣味が釣りだから夜明けに釣り、すごい。でもそれはいい生活ですね。侍強い。あ、孫拓ありがとう。最後は3位、孫拓3位です。逆らってる雰囲気だけ出すんです。ちゃんと睡魔には戦ってますよ風にして寝てる。よし、みんな対戦ありがとうございました。それではスクショタイムします。本日可愛い、ありがとう。眠たいよ。大人くるくる。はい、皆さんありがとうございます。終了、終了。ちょっと眠たいので終了です。壇上読みます。熱い。壇上読みます。13位、まっちゃんさんありがとう。まっちゃんさんありがとう。12位、ツナマヨさんありがとう。ツナマヨさんありがとう。11位、みきお先生さん、ありがとう。ありがとう。10位、オロチさん、ありがとう。オロチさん、ありがとう。9位、こがやさん、ありがとう。こがやさん、ありがとう。8位、こぼれいくらさん、ありがとう。こぼれいくらさん、ありがとう。
7位、マスオさんありがとう。マスオさんありがとう。6位、成田さんありがとう。成田さんありがとう。5位、とんちゃんさんありがとう。とんちゃんさんありがとう。4位、とさみちさんありがとう。とさみちさんありがとう。3位、ムニエルさんありがとう。ムニエルさんありがとう。2位、こうちゃんさんありがとう。こうちゃんさんありがとう。1位、レイモンさんありがとう。1位、レイモンさんありがとう。うさぎさんのタワーもありがとうございました。ありがとうございましたわ。またお礼をするので、まあもちろん配信に来てくれると思うので、またお礼します。ありがとう。それでは皆さん、今日もお疲れ様です。くるくるさげ捕まえて、捕まえて、捕まえて、ぴょんぴょんぴょん。あ、そうだ、明日は明日は6時から8時の8時に七並びするんですけど、6時から配信します。あ、ちょっと間違えた、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 間違えた。7時から配信します。明日は7時、朝7時から配信します。ぜひ来てね。おやすみ、おやすみ、ミートソースパスタ。おやすみ、ミートソースパスタ。ミートソースパスタ。